どうも、ジールマンです。今回は僕も大好きなこのモビルスーツアンサンブルの墨入れ動画です。ガチャガチャ商品ってどうしてもダブるじゃないですか。そのままの状態で保存するのとは別に墨入れしたりリペイントしたりして愛着を持たせるっていうのもとても楽しいことだと思います。なのでその墨入れについて解説していこうと思います。それでは準備していこう。ということで準備してきました。墨入れにはいくつか方法があって、シャーペン、エナメル塗料、墨入れ用エナメル塗料、他に墨入れペンなんてのがありますが、今回は割愛します。では早速、まずはこのシャーペンによる墨入れを行ってきます。これはやり方がいろいろあると思うんですが、僕はアンサンブルの墨入れをする際はパーツを分割します。大まかな分割が終わりました。ではまずこの腕のパーツにシャーペンで墨入れしていこうと思います。このシャーペンによる墨入れが一番換気とかの問題がないので誰でもできる方法だと思います。ここの肩のモールド、ここにこんな感じ、こうやってなぞっていくと、ちょっとはみ出しても、最後こうやってやってあげると、ちょっとわかりにくいですかね。でも、大丈夫かな。ここと比べるとわかりますね。入ってないとこ、入ったとこ。手軽な分、シャーペンの墨入れは、やはりちょっと色が薄いので墨バリバリの濃いやつがやりたいって人は違う方がいいかもしれませんね。ついでにこの辺も、僕なんかは白ベースの機体の大まかな部分を結構シャーペンでやったりします。この部分、今回は動画用に多少簡略化してるんですけども、普段僕やるときなんかはこの手も肩と腕で分割して細かく塗ったりします。こんな感じ。あ、この内側塗ってないですね。これだけでもだいぶ引き締まって見えるようになったと思います。ただやはりシャーペンなんでトップコートをしないとガシガシ遊んでると落ちてくるかもしれません。あとはプラスチックよりもアンサンブルは材質が柔らかいので、シャーペンで
強くグッて押し込みながらやるとあるかな、ちょっとデコボコになっちゃったりするんで、そこは注意が必要ですね。では次にエナメル塗料で墨入れをしていきます。今回使うのはガンメタル。エナメル塗料を使うにはこのエナメル塗料用の溶剤が必要です。あとは塗料を出すお皿と溶剤を出すお皿、同じタイプのお皿2個でも大丈夫です。そしてまあ僕がよく使うのはこのキムワイプ、拭き取り用ですね。まずエナメル溶剤をこんな感じで、塗料っていうのは常に匂いがつきまとうので換気の方を忘れないでください。あ、忘れ物したんでちょっと取ってきます。こちらを忘れました。塗料を出すためのスプーンですね。ではこのエナメル塗料をもう一個のお皿に出します。こうやってよく混ぜて、ほんのちょっと。さてでは次にこの筆、僕はタミヤさんの、これも見えるかな、極細のやつなんですけど、まあ、さらにもっと細いのもあると思うんで、その辺はある程度細さがあれば最後拭き取っちゃうから何でも大丈夫です。ではこっちの腕、ちょっと溶剤をこっち側に入れて薄めます。そのままだと粘度が高すぎてうまく流れないので、これくらいかな。こうやって流すとはみ出ちゃいますよね。そのはみ出た部分をキムワイプや綿棒、そういうものを使って拭き取ります。こんな感じで試しにささっと、これも溶剤が多すぎると全部持ってっちゃうんで、少しつけただけで十分です。こんな感じ。ただね、エナメル塗料はアンサンブルでやるとね、この素材にこうやって分かります？色がちょっと定着しちゃうんですよね。かつ筋彫りがプラモデルほど深くしっかりしてないんで綺麗に流れなかったりします。では次は綿棒で拭き取ります。綿棒バージョン、こうやって溶剤をつけて、そうですね、やっぱり色は定着してますね。こんな感じ。やってない部分とやってる部分がシャーペンよりもくっきりして分かりますね。いかにも墨入れって感じです。最後はこの墨入れ塗料、今回はダークグレーですね。じゃあこれはこの腕のこういうパーツに流し込んでみます。
よく振って、開けます。そして、墨入れしたい部分に感じで、はみ出した部分は同じように、ただこれもやはりプラモデルと違ってこういう微妙な段差とかが結構ひどくて墨がいっちゃったりするんですよね。あとやっぱりエナメル塗料なんで乾くのに少し時間がかかります。以上がモビルスーツアンサンブルの墨入れの基本になります。ちなみになぜエナメル塗料なのかっていうと、こういう風にもともとされている塗装やラッカースプレー、それらの塗料をこのエナメル溶剤は落とさないんですね。だから墨入れをしてはみ出した部分をこうやって拭いても大丈夫なので、エナメル塗料を使います。もちろんエナメル塗料で塗装した場合、エナメル塗料での墨入れはできません。そしてこのシャーペンでやった場合、この場合は落ちやすいのでトップコートをした方がいいです。こういった技術でリペイント墨入れしたこのガンダムと同じタイプのものがこちらです。前、後ろ、下、上、こんな感じ。シャーペンでの墨入れはこのふくらはぎとか肩、あとは頭部のこのフェイスパーツの一部とかで、エナメル塗料はこのスカート、腕、足、 V 字アンテナのこの部分とか、この頭部のこの中もそうですね、頭部の後ろ、こんな感じで墨入れも使い分けをしています。皆さんもダブったモビルスーツアンサンブルを墨入れやリペイントしてより楽しいアンサンブルライフをお送りください。今回の動画が面白かった、ためになったよって方もそうでない方も、良ければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは今回はこの辺で、バイバーイ。